がっぷり四つだ。シャーベット土俵際まで一気に追い込まれた。今日シャーベットがやってきたのは三鷹にあるスバル総合スポーツセンター。何をしてるのシャーベット？こんにちは。こんにちは、はじめまして。私は上川と言います。上川圭介さん、相撲界では若天狼として知られています。1993年に初土俵を踏み、西十両2枚目まで上り詰めた突きと押しを得意とする素晴らしい力士でした。引退後は介護事業などを起業しつつ、役者としてもテレビ番組に出演しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。シャーベット君は日本の相撲を知っていますか？僕はテレビで見たことがある。相撲は日本で古くから行われている競技です、うん、2名の男が裸で武器を持たずに土俵の中で戦います、うん、五穀豊穣を祈る儀式として始まった相撲は、少しずつルールが確立されて現在の形になりました。ルールは変わっても伝統的な所作や曲げ、着物は受け継がれています。日本の伝統的スポーツの相撲には豊かな歴史と文化が詰まっているんですね。今日はシャーベット君に相撲を体験してもらいます。お、そっか、よろしくお願いします。相撲を習いに来たんだね。それではまず相撲のコスチュームであるまわし、これを締めてみましょう。で、これがまわしを締めた状態です。お、何も武器を持たずにこのまま回しをつけただけで戦います。じゃあ実際にシャーベット君も締めてみましょう。というわけで、はい、上川さんに回しをつけてもらいました。あー、目が回る。準備完了。それじゃあ相撲のルールを説明します。ルールは至って簡単です。相手をこの丸い土俵から出せば勝ち。相手の足の裏以外の場所を土俵につけたら勝ち、うん、簡単でしょ。はい。それではまず最初に代表的な相撲の独特なトレーニングや所作を教えるね。よし。いろいろあるんだけれども、今日はそのうちの2つをやっていこうと思います。まず四股、四股には2つの意味があります、うん、それはトレーニングとしての四股で、相撲において下半身強化、これは全ての力士において、大事なことです。で、この四股は下半身強化、バランス感覚を養うという点では最高のトレーニングです。おお。そしてもう一つの側面は、力士が四股を踏むことでその土地の邪霊、悪い気を鎮めて豊作など祈願するということが昔から行われてきました。相撲は競技であるという一方で、神事が発祥という面もあるので、いろいろな所作、作法にもそれぞれ深い意味が込められています、うん、じゃあまず見本を見せるね。上川さんに四股を披露してもらいました。これをマスターするには相当な努力が必要みたいだよ。よいしょ。どうかな、この四股をたくさん踏むことによって足や腰のトレーニングをします。 お相撲さんは1日500回から1000回、これを毎日やります。そんなに？じゃあ次はシャーベット君も一緒にやってみよう、うん、はい、じゃあシャーベット、君ならできる。うん、まずこういう形にして、で右足を上げますよ、はい、よいしょ、反対足、よいしょ、はい、反対、よいしょ、はい、反対、よいしょ。で、どうかな、かなりきつそうだけど大丈夫？この四股で、足や腰を鍛えてます、次はすり足です。すり足はまず見本を見せるね。
すり足は膝に体重をかけながら前に進みます。重要なのはかかとを地面から持ち上げないこと。力士たちはこのすり足を30キロの重りバーベルなどを持って行って、その強靭な足腰を作り上げています。ではシャーベット君も一緒にやってみましょう。僕はい、そのまま右足を1、2、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 
1、2、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 1、2
どうだった？疲れたでしょ？足が。この2つがお相撲で大事なトレーニングになります。はあ、これから本番になってきます。うん、まだまだ序の口だったのか。よし。次に代表的な所作を教えます。まず律礼。相撲は礼に始まり礼に終わると言われる競技です。相撲は相手がいないと戦うことができません。その戦ってくれる相手にしっかりと敬意を表します。うん、絶対に忘れてはいけない所作です。では実際にやってみましょう。お互いに相手の正面を見て礼をします。次に尊虚、かかとをつけるようにして膝を曲げてしゃがみます。この時顎を引いて胸を張る。姿勢はしっかり正しましょう。相手と呼吸を合わせる大事な所作です。でそのままチリチョーズ。これは今から戦う相手に私は武器など何も持たず正々堂々と戦うことを表現する所作です。あ、一度お手本を行いますので見ててくださいね、うん、まず手を膝の内側に1、両手を伸ばして2、ここで手をスリスリして3、4で柏手を1、5で手を開いて、6で横に腕を伸ばします。7で手を返して8で下ろします。じゃあ今度は私のを見て真似してください。もう一回いきますよ。せーの、1。チリチョーズは力士がお互いの尊重を示す所作です。5、手を叩いて神様を下ろし力士が戦うんだね。はい、それでは立ちましょう。これがチリチョーズです。次は仕切り。お相撲の仕切りをやりましょう。相撲は仕切りで両手を地面につけてスタートします。はい、じゃあまず正面を向いて足を肩幅程度に開いて足先は外を向けます。腰を下ろして手をついて両手をついて、これでスタートになりますね。はい、これが仕切りです。それでは行司さんを紹介します。どうぞ行司さん。行司さんって何をする人かわかるかな？この行司というのはいわゆる審判、レフェリーです。大相撲においては進行や勝負を判断する人のことを言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこれから取り組みをしていこうと思います。力士は塩を撒いて土俵を清めるんだよ。さあ、いよいよ取り組みが始まります。タイヤ上川、こなたシャーベット。行司軍配帰って制限時間いっぱいです。構えて。両者土俵に手をついて、さあ
がっぷり四つだ。シャーベット土俵際まで一気に追い込まれた。持ち直した。おシャーベット前蜜を取っています。これは寄り切りたいところだが、とっとっとっと、おお両者激しい投げの打ち合いです。さあ、おっとシャーベット回しを取った。おっと下手投げ、シャーベットの勝ち。僕の勝ち、うそ。本当のヒーローは対戦相手にも礼儀を忘れないんだね。素晴らしいスポーツマンシップだよ。シャーベットおめでとう。シャーベットよく頑張ったね。僕は勝った、信じられないよ。ああ燃えてる。相撲はすごいでしょ。じゃあ次は何をしようかな。下にコメントしてね。ありがとう。バイバイ。シャーベットの冒険はまだまだ続く。どすこい。あちこちからやつらが寄ってくる。見たことのない果てな過去だ。